リアクションモーターズ、リアクションモーターズインクは、アメリカ合衆国のニュージャージー州を拠点としていた、初期の液体燃料、ロケットエンジンの製造会社である。事業としては大きな成功を収めなかったものの、再生冷却特管の集合による燃焼室の開発はその後の標準的な仕様となり、ロケット工学の分野に貢献した。 真珠湾攻撃からわずか9日後の1941年12月16日にアメリカロケット協会の会員だったジェームズ・ウェイチ・ワイルドと3人の会員たちによってアメリカで最初のロケットエンジンの会社であるリアクション・モーターズが海軍との契約でジャトを生産するために設立された。RMA の拠点は第二次世界大戦後、市街化が進み騒音を発する。 ロケットエンジンの開発がやりにくくなった。本格的な宇宙時代の到来を目前とする1958年に RMA はチオコール社へ売却され、1970年代初頭から国防総省は液体推進系への開発予算を固体推進系以上に削減したため、1970年にはチオコールが RMA の閉鎖を決定。 1972年6月に閉鎖した。X-1A に搭載された、XLR11 エンジン X-15 項、高度極超音速実験機に搭載された、XLR99 エンジン i m e のエンジンには、世界で初めて音速の壁を破ったベル X-1 や、その後継機の X-1A。 X1E や D-558 から2等の1連のロケット飛行機に搭載された水力 6000LBF の XLR-11 エンジンが含まれる。バイキングロケットに使用された水力2万 LBF のエンジンはアメリカで最初の大型の高高度に到達した液体燃料ロケットである。RMA は1958年にチオコール社に買収され、 X-15 高高度極超音速実験機に搭載された XLR99 を生産した。ありがとうございます。